ここからは佐賀のニュースをお伝えします。佐賀市の佐賀城本丸歴史館で大人も子どもも甲冑を身につけ写真撮影を楽しむことができるゴールデンウィークならではの体験イベントが開かれました。佐賀城本丸歴史館では武士の甲冑に触れたいという声に応えて毎年ゴールデンウィークに甲冑体験を行っています。甲冑は子ども用が2つと大人用が3つの合計5セットが用意されていて、愛知や福岡など県内外から訪れた親子連れが武士気分を味わっていました。本物の鎧はこれより重いんだなって思ったら、なんか武士って大変だなって思いました。普段と少し違うような体験ができるのがとても楽しくていいかなと思います。このほか佐賀城本丸歴史館ではゴールデンウィーク期間中、殿様やお姫様に変身する子ども着付け体験やステンドグラス風の鯉のぼりを作るワークショップなどが行われます。